2回目いきます。1回目終わって伊藤有希トップ、2位高梨沙羅、4位丸山希、10位に瀬戸優花。日本勢4人がトップ10に入った中でこのあと2回目ということになってきます。さあトップ10です。瀬戸優花今日10位で迎えます。そしてランキング今4位のクリネツ、フランスのパニエ1回目を終えて8位、今8戦連続1桁順位のフライターク、そしてクロイツァードイツのアルトハウスは5位、丸山希4位、ストレート1回目の3位で高梨沙羅、1回目2位、そして伊藤有希が1回目トップ最後に飛びます。昨日は完璧でしたけどね。丸山希1回目4位で迎えます。ストレートに思いっきりプレッシャーをかけてあげるような、かなりスキーを広げている、スキーを保っている、伸ばしてきた、ビッグジャンプが2本続いた。この時点でトップに立ってきます。136m50、 これはこの後の選手にも大きくプレッシャーをかけるジャンプ。昨日いいとこで勝負できたっていうのがもう早速今日に生きてるっていう。さあこれでどのくらいのポイントになってくるか。229ポイントちょうどトップ。このあと日本勢が2人いますので残り3人の状況、今日も日本勢の表彰台はこの時点で決まりました。135ぐらいがおそらくストレートもね必要とされてくるところなので、はい、さあそこをもちろん狙っていくとは思いますけど、ストレートはそのやはりまだ空中でのテクニックという部分では抑えきれないところがあるけども、これいいよ。スピードは80キロ台だ。届かない、丸山には届かず。でも丸山のぞみ選手自己初の表彰台、ね、この時点で確実になりました。それがどの高さになるかはまだ分かんないですよ。一番上かもしれないし、このあと日本勢が2人、あそれにしてももう決定付けましたから。高梨、伊藤、日本勢同士の争いになってきました。もうこれポディウムやったですね。よかったですね、はい、目元を覆う姿も見えましたが、ストレートこの時点での2位。もうこうなったら 1,2,3 狙いましょうよ。こんな日はないですよ。本当に広がってきています。いや、いける。ストレートは15ポイント以上臆することはない。さあ高梨鋭く飛び出した。よし、ゲーが保たれている、保たれている、緑のライン近く。もう1位2位これでまずはいいと思います。この段階でね、133m。経験超えてきました。でもわずかに上半身力が入ったかな。そうですか、入らないわけがないと思うんですけど。そこもでもものすごく焦らず騒がずうまくコントロールして、最後に伊藤有希が待ちますが、この時点での2位日本勢ワンツー。この時点で日本の複数表彰台は確定。表彰台あるいは独占もあるか。
伊藤有希。一を飛んでいるぞ。飛ばしてきた。飛ばしてきた。ワンツースリー。さあ緑のライン付近、優勝は伊藤か丸山か。もう日本の表彰台独占は確実。その3人が抱き合います。ああもう一心だ。なんという見事なジャンプが続きました。最後のこの着地、さあこれ緑のライン付近ではあるんですが、丸山初優勝か、伊藤6シーズンぶりの優勝か。どっちにしろあのライン上来てるので1か2か3かっていうのはもう分かっているところですよね。この表彰台3人の笑顔ですが、丸山のポイント229ポイント、どうか。高梨優勝、失礼、伊藤優勝。伊藤有希見事6シーズンぶりの優勝。6シーズンぶりの優勝を飾りました伊藤有希。このビリンゲンの台で6シーズンぶりの優勝。 233.3 ポイント。2位丸山希美、初めての表彰台。そして3位高梨沙羅。日本勢3人が表彰台独占。そして昨日に次ぐ3位表彰台の今高梨の今笑顔が見られています。2位丸山、自身初めての表彰台。それがね、2番だったっていうのも、はい、そして優勝伊藤有希。ワールドカップ元年から出てる選手だから、そうですね、知らない人はいないでしょう。いやー、この3人の笑顔、表彰台独占、女子ワールドカップ史上日本勢初です。2017年以来の優勝じゃないかなと思うんですけれども、今のお気持ちは。いやー嬉しいですね。今日の、朝起きたらですね、まず世界ジュニア今やってての団体で、日本チームが金メダルを取って、それも2014年以来なのですごく嬉しかったですし、今日の試合では表彰台を日本チームが独占して、
トップ10に全員入りましたし、あの表彰台独占したのは多分札幌オリンピックぶりじゃないかなと思うので、本当に、最高の試合になったと思います。女子は多分最初で、あの初めてですよね。そうですね、間違いなく最初です、はい。今日 の, あのジャンプを振り返って自分自身どうでしたでしょうか。いや今日はあのとても難しいコンディションの中だったんですけれども、このオーガナイズの皆さんが、一生懸命整備してくださって、自分のジャンプも、いいまずまずのジャンプできましたし、また運も味方してくれたので、本当にあのこの初めて飛ぶ大観衆の中で、飛ぶことができて本当に幸せでした。来週は今度はヒンゼンバッハになります。ノーマルヒルになりますが、そこへ向けての抱負を聞かせてください。正直ちょっとあまり得意な台ではないんですけど、いい日本チームのこう雰囲気に乗って、飛べればいいなと思いますね、はい。それじゃあ続けて頑張ってください。はい、ありがとうございました。日本の皆さん応援ありがとうございました。まずは表彰台初めてではないですか。はい、回らせてもらって4年経ったんですけど、ようやく立つことができて、はい、こんな帰ってきたシーズンに立てると思ってなかったですし、本当にいろんな人のおかげで、今日こうして飛べたことにすごい今嬉しい気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです。日本チーム独占しました表彰台、今のご感想をお聞かせください。そうですね、この初めての時がサラさん、ユウキさん、ずっと憧れの先輩と一緒に乗れたことがまずすごい嬉しいことですし、多分ワールドカップ史上独占も初めてだと思うので、その場に自分が立てたことが、すごく嬉しいです。今日のジャンプ、いかがでしたでしょうか。そうですね、昨日ちょっと2本目力んでしまったんですけど、その反省を生かして今日2本目同じ位置でのスタートになったんですけど、飛べたかなと思います。来週は今度はヒンゼンバッハになります。ヒンゼンバッハへの抱負をお聞かせください。そうですね、また台がちょっと小さくなるんですけど、自分のやってきたことを来週も出せるように自分のベストを尽くして、また来週も頑張りたいなと思います。まずは今日、表彰台日本人、チーム独占ですけれども、それについてご感想は。いやー、すごい嬉しいですね。なんか日本人がこんなに独占できるって初めてっていう話もさっき聞いたので、本当に嬉しいと思いましたし、でも昨日おとついからも誰が表彰台立ってもおかしくないくらい日本の調子が上がってきているとはずっと思っていたので、実現してすごく嬉しいです。はい、今日 の, ジャンプを、ご自身のジャンプを振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、2本目は少し攻めすぎてしまったかなっていう感じもしたので、そうですね、空中で の, 姿勢の取り方っていうのはもっと練習を重ねないといけないなと思います。来、週はまた今度ヒンゼンバッハになります。ノーマルヒルになりますけれども、来週に向けての抱負をお聞かせください。そうですね、また次のジャンプ台に移って、そのジャンプ台に合わせていかなきゃいけない作業に入るので、しっかりそこに合わせていきたいなとは思うんですけど、はい、まず自分のジャンプっていうのは徐々に出来上がってきてはいると思うので、こうやって日本の、チームの調子も上がっていくとともに、私のジャンプも出来上がっていけるように頑張りたいと思います。また頑張って。という3人の喜びの声が聞かれました。